皆さんこんばんは、モノミンチンセンです。今日も一日お疲れ様でした。日本ドラマへ나오는실제회화로あげる、くれる、もらう반복해서들으면알게모르게기억하고슬슬나오게돼요。あげる、くれる、もらう를구체적으로설명한영상은댓글란에붙여놓을게요。자기전에가벼운마음으로읊어보세요。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってます。난지금기둥소방같은거라서엄마한테동사못다의사육형을받고있어。난지금기둥소방같은거라서엄마가나를먹여주고있어。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってます。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってます。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。그가집에동사오다를준것도여름이었나。그가집에와준것도여름이었나。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。그때그에게선물을동사가지다의사역형을주고선물을가지게해주고조기저조배。あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。さっちゃんが수북이담긴배를동사가지다의사역형을주고。さっちゃんが수북이담긴배를가지게해주고。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。主に돌아올때까지、여기서돈사、기다리다의사육형을받겠습니다。主に돌아올때까지、여기서기다리겠습니다。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか。일이바쁠때는이아이들을우리집에서동사돌보다의사역형을받을수있나요。일이바쁠때는이아이들을집에서돌봐도되는지요。お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか。お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか。さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。さっちゃんとのぞみちゃんたちの돌봄을오늘도동사보다를주고있어요。さっちゃんとのぞみちゃんたちを오늘도돌봐주고있어요。さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。お母さんに持って帰ってあげたいな。엄마에게동사가지고가다를주고싶네요。엄마에게가져다주고싶네요。お母さんに持って帰ってあげたいな。お母さんに持って帰ってあげたいな。健康な自分に変わってもらいたいです。건강한자신이동사대신하다를주었으면합니다。
건강한자신이대신해줬으면합니다。健康な自分に変わってもらいたいです。健康な自分に変わってもらいたいです。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。처음그돈으로아빠한테모자동사사다를줄게요。처음그돈으로아빠한테모자사드릴게요。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。인생을긍정적으로동사다시하다의사역경을주고싶습니다。인생을긍정적으로다시시작하게해주고싶습니다。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。友人に迎えに来てもらいます。친구한테동사데리러오다를받겠습니다。친구한테마준나와달라고하겠습니다。友人に迎えに来てもらいます。友人に迎えに来てもらいます。迎えに来てくれたの。동사데리러오다를주었어요。데리러와주었어요。迎えに来てくれたの。迎えに来てくれたの。もう一度歌ってもらえませんか？다시한번동사노래부르다를받을수있나요？다시한번노래불러주시겠어요？もう一度歌ってもらえませんか？もう一度歌ってもらえませんか？お金貸していただけませんか？동사돈을빌려주다를받을수있나요？돈빌려주실수있나요？お金貸していただけませんか？お金貸していただけませんか？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？몇살까지동사오부바하다의사역경을받을수있을까？몇살까지오부바할수있을까？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？してあげようか？してあげる。동사하다를줄까요？동사하다를줄게요。해줄까요？해줄게요。してあげようか？してあげる。してあげようか？してあげる。任せてください。동사맡기다를주세요。맡겨주세요。任せてください。任せてください。さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、물줄래？さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、お水くれる？我慢せずに連絡くださいね。참지말고동사연락하다주세요。참지말고연락주세요。我慢せずに連絡くださいね。我慢せずに連絡くださいね。今日だって預かってくれるとこ散々探して。오늘도동사돌봐주다를주는곳실컷찾아서。오늘도맡아주는곳실컷찾아서。今日だって預かってくれるとこ散々探して。今日だって預かってくれるとこ散々探して。ずっといいお父さんでいてくれました。계속좋은아빠로동사있다를주었습니다。계속좋은아빠로있어주었습니다。ずっといいお父さんでいてくれました。ずっといいお父さんでいてくれました。浴衣もらってもいい？浴衣받아도돼？浴衣もらってもいい？浴衣もらってもいい？うちに来てもらうの。
집에동사오다를받는거예요집에와달라고하는거예요우치니키테모라우노우치니키테모라우노親とか誰にも手伝ってもらってないんですか부모님이라든가누구에게도동사돕다를안받고있나요부모님이나누구에게도도움을받지않고있나요親とか誰にも手伝ってもらってないんですか親とか誰にも手伝ってもらってないんですか早く妻に帰ってきてもらわないと빨리아내한테동사돌아오다를받지않으면빨리아내가돌아와주지않으면하얗게妻に帰ってきてもらわないと하얗게妻に帰ってきてもらわないと向こうが謝ってきてくれれば僕はいつでも許すつもりでいるんですけど그쪽이동사사과해오다를치면그쪽이사과해와주면저는언제든지용서할생각을하고있는데向こうが謝ってきてくれれば僕はいつでも許すつもりでいるんですけど向こうが謝ってきてくれれば僕はいつでも許すつもりでいるんですけど探してあげる찾아줄까探してあげる探してあげる?お金もらうために돈을받기위해お金もらうためにお金もらうためにお金くれた人たちとは違ってた돈줬던사람들과는달랐어お金くれた人たちとは違ってたお金くれた人たちとは違ってたお母さんがあげたなし。おんまがちゅんぺい。お母さんがあげたなし。お母さんがあげたなし。その前にお前にこれをあげよう。くじょね、のえげいごするちゅま。その前にお前にこれをあげよう。その前にお前にこれをあげよう。歯磨いてくださいね。동사1을땄다를주세요。얀치해주세요。歯磨いてくださいね。歯磨いてくださいね。怠け者さんが送ってくれたの?나무늘보님이동사보내다를줬어요。나무늘보님이보내줬어요。怠け者さんが送ってくれたの?怠け者さんが送ってくれたの?せっかく送っていただいたのに。もちろん、동사보내다를주셨는데。もちろん、보내주셨는데。せっかく送っていただいたのに。せっかく送っていただいたのに。遊びに来てください。동사놀러오다를주세요놀러와주세요아소비니기테쿠다사이아소비니기테쿠다사이오네에짱가쯔굿테쿠레타노누나가동사만들다를쳤어요누나가만들어졌어요오네에짱가쯔굿테쿠레타노お姉ちゃんが作ってくれたの。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。내일ゆきちゃんに수영장에동사데려다준다를준다고하던데。내일ゆきちゃんに수영장데려다준다고하던데。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。받은약잘안먹고있습니다。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。
私とこの子たちをここに住まわせてください。저와이아이들을동사살다의사역경을주세요。저와이아이들을여기서살게해주세요。私とこの子たちをここに住まわせてください。私とこの子たちをここに住まわせてください。よく来てくれました。잘 동사 오다를 주셨습니다。잘 와주셨습니다。よく来てくれました。よく来てくれました。部屋を一つ貸してください。방을 하나 동사 빌려주다를 주세요。방을 하나 빌려주세요。部屋を一つ貸してください。部屋を一つ貸してください。台所は空いている時間に使わせてください。부엌은빈시간에동사쓰다의사역형을주세요。부엌은빈시간에사용하게해주세요。台所は空いている時間に使わせてください。台所は空いている時間に使わせてください。エアコン送ってくださって。エアコン동사보내다를주셔서。エアコン보내주셔서。エアコン送ってくださって。エアコン送ってくださって。私にできるのはこれぐらいのことです。내가할수있는것은이정도일입니다。お金を差し上げるぐらいのことです。돈을드릴정도의일입니다。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃん쪽에서동사오다를준거야。小春ちゃん쪽에서와준거야。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。作ってくださったんですよね。동사만들다를주신거죠。만들어주신거죠。作ってくださったんですよね。作ってくださったんですよね。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。일시적으로동사고주하다의사역형을받고있는것을알고있습니다。일시적으로고주하게해주고있다는것을알고있습니다。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。お母さんの話をしてくれたことがありました。어머니의이야기를동사하다를준적이있었습니다。어머니의이야기를해준적이있었습니다。お母さんの話をしてくれたことがありました。お母さんの話をしてくれたことがありました。あなたに許してもらえると思ってないから。당신에게동사용서하다를받을수있을거라고생각하지않으니까。당신에게용서받을수있을거라고생각하지않으니까。あなたに許してもらえると思ってないから。あなたに許してもらえると思ってないから。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが떨어뜨린모자동사줍다를주었어요。リクが떨어뜨린모자주어줬어요。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが落とした帽子拾ってくれたの。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。그는내게살아갈기운을동사되찾다의사역경주었다。그는내게살아갈기운을되찾게해주었다。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。
彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってまーす。なんちくん、기둥소방같은거라서엄마한테동사못다의사역형을받고있어。난지금기둥소방같은거라서엄마가나를먹여주고있어。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってます。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってます。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。그가집에동사오다를준것도여름이었나?그가집에와준것도여름이었나?彼がうちに来てくれたのも夏だったか。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。あの時彼にお土産持たせてあげて、ほらあれ、なし。그때그에게선물을동사가지다의사역형을주고선물을가지게해주고조기저조배あの時彼にお土産持たせてあげて、ほらあれ、なし。あの時彼にお土産持たせてあげて、ほらあれ、なし。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。さっちゃんが수북이담긴배를동사가지다의사역형을주고。さっちゃんが수북이담긴배를가지게해주고。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。主に돌아올때까지、여기서돈사기다리다의사역형을받겠습니다。主に돌아올때까지、여기서기다리겠습니다。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。お母さん帰ってくるまで、ここで待たせてもらいます。お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか?일이바쁠때는이아이들을우리집에서동사돌보다의사역형을받을수있나요?일이바쁠때는이아이들을집에서돌봐도되는지요?お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか?お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか?さっちゃんも、のぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。さっちゃんと、のぞみちゃんたちの돌봄을、오늘도동사보다를주고있어요。さっちゃんと、のぞみちゃんたちの오늘도돌봐주고있어요。さっちゃんも、のぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。さっちゃんも、のぞみちゃんたちの面倒、今日も見てくれてますよ。お母さんに持って帰ってあげたいな。엄마에게동사가지고가다를주고싶네요。엄마에게가져다주고싶네요。お母さんに持って帰ってあげたいな。お母さんに持って帰ってあげたいな。健康な自分に変わってもらいたいです。건강한자신이동사대신하다를주었으면합니다。건강한자신이대신해주었으면합니다。健康な自分に変わってもらいたいです。健康な自分に変わってもらいたいです。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。처음그돈으로아빠한테모자동사사다를줄게요。처음그돈으로아빠한테모자사드릴게요。
最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。인생을긍정적으로동사다시하다의사역경을주고싶습니다。인생을긍정적으로다시시작하게해주고싶습니다。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。友人に迎えに来てもらいます。친구한테동사데리러오다를받겠습니다。친구한테마준나와달라고하겠습니다。友人に迎えに来てもらいます。友人に迎えに来てもらいます。迎えに来てくれたの。동사데리러오다를주었어요。데리러와주었어요。迎えに来てくれたの。迎えに来てくれたの。もう一度歌ってもらえませんか？다시한번동사노래부르다를받을수있나요？다시한번노래불러주시겠어요？もう一度歌ってもらえませんか？もう一度歌ってもらえませんか？お金貸していただけませんか？동사돈을빌려주다를받을수있나요？돈빌려주실수있나요？お金貸していただけませんか？お金貸していただけませんか？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？몇살까지동사오부바하다의사역경을받을수있을까？몇살까지오부바할수있을까？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？してあげようか？してあげる。동사하다를줄까요？동사하다를줄게요。해줄까요？해줄게요。してあげようか？してあげる。してあげようか？してあげる。任せてください。동사맡기다를주세요。맡겨주세요。任せてください。任せてください。さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、물줄래？さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、お水くれる？我慢せずに連絡くださいね。참지말고동사연락하다주세요。참지말고연락주세요。我慢せずに連絡くださいね。我慢せずに連絡くださいね。今日だって預かってくれるとこ散々探して。오늘도동사돌봐주다를주는곳실컷찾아서。오늘도맡아주는곳실컷찾아서。今日だって預かってくれるとこ散々探して。今日だって預かってくれるとこ散々探して。ずっといいお父さんでいてくれました。계속좋은아빠로동사있다를주었습니다。계속좋은아빠로있어주었습니다。ずっといいお父さんでいてくれました。ずっといいお父さんでいてくれました。浴衣もらってもいい？浴衣받아도돼？浴衣もらってもいい？浴衣もらってもいい？うちに来てもらうの。집에동사오다를받는거예요。집에와달라고하는거예요。うちに来てもらうの。うちに来てもらうの。親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？부모님이라든가누구에게도동사돕다를안받고있나요？부모님이나누구에게도도움을받지않고있나요？
親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？早く妻に帰ってきてもらわないと。빨리아내한테동사돌아오다를받지않으면。빨리아내가돌아와주지않으면。早く妻に帰ってきてもらわないと。早く妻に帰ってきてもらわないと。向こうが謝ってきてくれれば、僕はいつでも許すつもりでいるんですけど。그쪽이동사사과해오다를주면、그쪽이사과해와주면、저는언제든지용서할생각을하고있는데、向こうが謝ってきてくれれば、僕はいつでも許すつもりでいるんですけど、向こうが謝ってきてくれれば、僕はいつでも許すつもりでいるんですけど、探してあげる？찾아줄까？探してあげる？探してあげる？お金もらうために、돈을받기위해、お金もらうために、お金もらうために、お金くれた人たちとは違ってた。돈줬던사람들과는달랐어。お金くれた人たちとは違ってた。お金くれた人たちとは違ってた。お母さんがあげたなし。엄마가준배。お母さんがあげたなし。お母さんがあげたなし。その前にお前にこれをあげよう。그전에너에게이것을주마。その前にお前にこれをあげよう。その前にお前にこれをあげよう。歯磨いてくださいね。동사1을땄다를주세요。얀치해주세요。歯磨いてくださいね。歯磨いてくださいね。怠け者さんが送ってくれたの？나무늘보님이동사보내다를줬어요。나무늘보님이보내줬어요。怠け者さんが送ってくれたの？怠け者さんが送ってくれたの？せっかく送っていただいたのに。もちろん동사보내다를주셨는데。もちろん보내주셨는데。せっかく送っていただいたのに。せっかく送っていただいたのに。遊びに来てください。동사놀러오다를주세요。놀러와주세요。遊びに来てください。遊びに来てください。お姉ちゃんが作ってくれたの。누나가동사만들다를줬어요。누나가만들어줬어요。お姉ちゃんが作ってくれたの。お姉ちゃんが作ってくれたの。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。내일ゆきちゃんに수영장에동사데려다준다를준다고하던데。내일ゆきちゃんに수영장데려다준다고하던데。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。받은약잘안먹고있습니다。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。私とこの子たちをここに住まわせてください。저와이아이들을동사살다에사역경을주세요。저와이아이들을여기서살게해주세요。私とこの子たちをここに住まわせてください。私とこの子たちをここに住まわせてください。
よく来てくれました。잘 동사 오다를 주셨습니다。잘 와주셨습니다。よく来てくれました。よく来てくれました。部屋を一つ貸してください。방을하나동사빌려주다를주세요。방을하나빌려주세요。部屋を一つ貸してください。部屋を一つ貸してください。台所は空いている時間に使わせてください。부엌은빈시간에동사쓰다의사역형을주세요。부엌은빈시간에사용하게해주세요。台所は空いている時間に使わせてください。台所は空いている時間に使わせてください。エアコン送ってくださって。エアコン동사보내다를주셔서。エアコン보내주셔서。エアコン送ってくださって。エアコン送ってくださって。私にできるのはこれぐらいのことです。내가할수있는것은이정도일입니다。お金を差し上げるぐらいのことです。돈을드릴정도의일입니다。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃん쪽에서동사오다를준거야。小春ちゃん쪽에서와준거야。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。作ってくださったんですよね。동사만들다를주신거죠。만들어주신거죠。作ってくださったんですよね。作ってくださったんですよね。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。일시적으로동사고주하다의사역형을받고있는것을알고있습니다。일시적으로고주하게해주고있다는것을알고있습니다。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。お母さんの話をしてくれたことがありました。어머니의이야기를동사하다를준적이있었습니다。어머니의이야기를해준적이있었습니다。お母さんの話をしてくれたことがありました。お母さんの話をしてくれたことがありました。あなたに許してもらえると思ってないから。당신에게동사용서하다를받을수있을거라고생각하지않으니까。당신에게용서받을수있을거라고생각하지않으니까。あなたに許してもらえると思ってないから。あなたに許してもらえると思ってないから。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが떨어뜨린모자동사줍다를주었어요。リクが떨어뜨린모자주어줬어요。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが落とした帽子拾ってくれたの。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。그는내게살아갈기운을동사되찾다의사역형주었다。그는내게살아갈기운을되찾게해주었다。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。俺は今、紐みたいなもんでお母さんに食わせてもらってまーす。난지금기둥소방같은거라서엄마한테동사못다의사역형을받고있어。난지금기둥소방같은거라서
엄마가나를먹여주고있어。俺は今、紐みたいなもんで、お母さんに食わせてもらってます。俺は今、紐みたいなもんで、お母さんに食わせてもらってます。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。그가집에동사오다를준것도여름이었나그가집에와준것도여름이었나彼がうちに来てくれたのも夏だったか。彼がうちに来てくれたのも夏だったか。あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。그때그에게선물을동사가지다의사역형을주고선물을가지게해주고저기저저배あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。あの時彼にお土産持たせてあげて。ほらあれ、なし。さっちゃんが山盛りの梨持たせてあげて。さっちゃんが수북이담긴배를동사가지다의사역형을주고사장가수북이담긴배를가지게해주고사장가야마모리노나시모타세테아게테사장가야마모리노나시모타세테아게테오카아산가에테쿠루마데ここで待たせてもらいます。어머니돌아올때까지여기서돈사기다리다의사역형을받겠습니다。어머니돌아올때까지여기서기다리겠습니다。お母さん帰ってくるまでここで待たせてもらいます。お母さん帰ってくるまでここで待たせてもらいます。お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか。일이바쁠때는이아이들을우리집에서동사돌보다의사역형을받을수있나요?일이바쁠때는이아이들을집에서돌봐도되는지요?お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか?お仕事忙しい時はこの子たち、うちで預からせてもらえませんか?さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒今日も見てくれてますよ。さっちゃんとのぞみちゃんどれ돌봄을오늘도동사보다를주고있어요。さっちゃんとのぞみちゃんどれ오늘도돌봐주고있어요。さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒今日も見てくれてますよ。さっちゃんものぞみちゃんたちの面倒今日も見てくれてますよ。お母さんに持って帰ってあげたいな。엄마에게동사가지고가다를주고싶네요。엄마에게가져다주고싶네요。お母さんに持って帰ってあげたいな。お母さんに持って帰ってあげたいな。健康な自分に変わってもらいたいです。건강한자신이동사대신하다를주었으면합니다。건강한자신이대신해주었으면합니다。健康な自分に変わってもらいたいです。健康な自分に変わってもらいたいです。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。처음그돈으로아빠한테모자동사사다를줄게요。처음그돈으로아빠한테모자사드릴게요。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。最初のそのお金でお父さんに帽子買ってあげる。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。인생을긍정적으로동사다시하다의사역형을주고싶습니다。인생을긍정적으로
다시시작하게해주고싶습니다。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。人生前向きにやり直しさせてやりたいです。友人に迎えに来てもらいます。친구한테동사데리러오다를받겠습니다。친구한테마준나와달라고하겠습니다。友人に迎えに来てもらいます。友人に迎えに来てもらいます。迎えに来てくれたの。동사데리러오다를주었어요。데리러와주었어요。迎えに来てくれたの。迎えに来てくれたの。もう一度歌ってもらえませんか？다시한번동사노래부르다를받을수있나요？다시한번노래불러주시겠어요？もう一度歌ってもらえませんか？もう一度歌ってもらえませんか？お金貸していただけませんか？동사돈을빌려주다를받을수있나요？돈빌려주실수있나요？お金貸していただけませんか？お金貸していただけませんか？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？몇살까지동사오부바하다의사역경을받을수있을까？몇살까지오부바할수있을까？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？何歳までおんぶさせてもらえるのかな？してあげようか？してあげる。동사하다를줄까요？동사하다를줄게요。해줄까요？해줄게요。してあげようか？してあげる。してあげようか？してあげる。任せてください。동사맡기다를주세요。맡겨주세요。任せてください。任せてください。さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、물줄래？さっちゃん、お水くれる？さっちゃん、お水くれる？我慢せずに連絡くださいね。참지말고동사연락하다주세요。참지말고연락주세요。我慢せずに連絡くださいね。我慢せずに連絡くださいね。今日だって預かってくれるとこ散々探して。오늘도동사돌봐주다를주는곳실컷찾아서。오늘도맡아주는곳실컷찾아서。今日だって預かってくれるとこ散々探して。今日だって預かってくれるとこ散々探して。ずっといいお父さんでいてくれました。계속좋은아빠로동사있다를주었습니다。계속좋은아빠로있어주었습니다。ずっといいお父さんでいてくれました。ずっといいお父さんでいてくれました。浴衣もらってもいい？浴衣받아도돼？浴衣もらってもいい？浴衣もらってもいい？うちに来てもらうの。집에동사오다를받는거예요。집에와달라고하는거예요。うちに来てもらうの。うちに来てもらうの。親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？부모님이라든가누구에게도동사돕다를안받고있나요？부모님이나누구에게도도움을받지않고있나요？親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？親とか誰にも手伝ってもらってないんですか？早く妻に帰ってきてもらわないと。빨리아내한테동사돌아오다를받지않으면。빨리아내가돌아와주지않으면。早く妻に
帰ってきてもらわないと。早く妻に帰ってきてもらわないと。向こうが謝ってきてくれれば、僕はいつでも許すつもりでいるんですけど。그쪽이동사사과해오다를치면그쪽이사과해와주면저는언제든지용서할생각을하고있는데向こうが謝ってきてくれれば僕はいつでも許すつもりでいるんですけど向こうが謝ってきてくれれば僕はいつでも許すつもりでいるんですけど探してあげる찾아줄까探してあげる探してあげるお金もらうために돈을받기위해お金もらうためにお金もらうためにお金くれた人たちとは違ってた돈줬던사람들과는달랐어お金くれた人たちとは違ってたお金くれた人たちとは違ってた。お母さんがあげたなし。おんまがちゅんぺい。お母さんがあげたなし。お母さんがあげたなし。その前にお前にこれをあげよう。くじょね、のえげ、いごするちゅま。その前にお前にこれをあげよう。その前にお前にこれをあげよう。歯磨いてくださいね。동사1을땄다를주세요。양치해주세요。歯磨いてくださいね。歯磨いてくださいね。怠け者さんが送ってくれたの？나무늘보님이동사보내다를줬어요。나무늘보님이보내줬어요。怠け者さんが送ってくれたの？怠け者さんが送ってくれたの？せっかく送っていただいたのに。もちろん、동사보내다를주셨는데。もちろん、보내주셨는데。せっかく送っていただいたのに。せっかく送っていただいたのに。遊びに来てください。동사놀러오다를주세요놀러와주세요아소비니기테쿠다사이아소비니기테쿠다사이오네짱가쯔굿테쿠레타노누나가동사만들다를줬어요누나가만들어줬어요오네짱가쯔굿테쿠레타노お姉ちゃんが作ってくれたの。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。내일ゆきちゃんに수영장へ동사데려다준다를준다고하던데。내일ゆきちゃんに수영장데려다준다고하던데。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。明日ゆきちゃんがプール連れてってくれるってさ。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。받은약잘안먹고있습니다。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。いただいたお薬ちゃんと飲んでいません。私とこの子たちをここに住まわせてください。저와이아이들을동사살다의사역경을주세요저와이아이들을여기서살게해주세요私とこの子たちをここに住まわせてください私とこの子たちをここに住まわせてくださいよく来てくれました잘동사오다를주셨습니다잘와주셨습니다よく来てくれましたよく来てくれました。部屋を一つ貸してください。방을하나동사빌려주다를주세요。방을하나빌려주세요。部屋を一つ貸してください。
部屋を一つ貸してください。台所は空いている時間に使わせてください。부엌은빈시간에동사쓰다의사역형을주세요。부엌은빈시간에사용하게해주세요。台所は空いている時間に使わせてください。台所は空いている時間に使わせてください。エアコン送ってくださって。エアコン동사보내다를주셔서。エアコン보내주셔서。エアコン送ってくださって。エアコン送ってくださって。私にできるのはこれぐらいのことです。내가할수있는것은이정도일입니다。お金を差し上げるぐらいのことです。돈을드릴정도의일입니다。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。私にできるのはこれぐらいのことです。お金を差し上げるぐらいのことです。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃん쪽에서동사오다를준거야。小春ちゃん쪽에서와준거야。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。小春ちゃんの方から来てくれたんだよ。作ってくださったんですよね。동사만들다를주신거죠。만들어주신거죠。作ってくださったんですよね。作ってくださったんですよね。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。일시적으로동사고주하다의사역형을받고있는것을알고있습니다。일시적으로고주하게해주고있다는것을알고있습니다。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。一時的に住まわせていただいてるって分かってます。お母さんの話をしてくれたことがありました。어머니의이야기를동사하다를준적이있었습니다。어머니의이야기를해준적이있었습니다。お母さんの話をしてくれたことがありました。お母さんの話をしてくれたことがありました。あなたに許してもらえると思ってないから。당신에게동사용서하다를받을수있을거라고생각하지않으니까。당신에게용서받을수있을거라고생각하지않으니까。あなたに許してもらえると思ってないから。あなたに許してもらえると思ってないから。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが떨어뜨린모자동사줍다를주었어요。リクが떨어뜨린모자주어줬어요。リクが落とした帽子拾ってくれたの。リクが落とした帽子拾ってくれたの。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。그는내게살아갈기운을동사되찾다의사역형주었다。그는내게살아갈기운을되찾게해주었다。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。彼は私に生きる気力を取り戻させてくれた。